あ、トゥクトゥクで移動してたらさ、移動しようと思ったらうちは毎回交渉して超大変じゃん。大変、疲れる。現地で2年間住んでる人が今やばいことを教えてくれてる。あ、そう。やばいよ。パスアップっていうアプリケーションです。パスアップ、はい、ちょっと 見れます。最初のところ、最初のところ、このパスアップ、パスアップ、パスアップタクシー、グラブとか。カンボジアはパスアップも流行ってるんで、パスアップで、パスアップっていうアプリがあって、 GPS で、うん、あのそのまま近くにいるドライバーを呼んでくれるんで、オーバーみたいな、オーバーみたいな感じなのかな、感じだよね。あ、そうです、うん、みたいな。でこれだったら行きたいところの値段も出るんで、すごい。今からヘリテージウォークというところへ。クレジットカードも使えるんですけど、そのままあのドライバーに直接現金で、はい、払うこともできるんで。着いた。早い。早すぎる。今何分できた？1分。早くない？着いたら到着して今乗ってますっていうのが出るんで。今まで何回もボラれた。ボラれるのに疲れた人はパスアップを使ってます。いや違う、ボラれるの疲れる前にパスアップ使った方がいい。あ、すごい、ちゃんと GPS ついてて、だから早い、だから遠回りにされないし。すごい。パガス、あ、うん、Thank you。 あ、ある。1000、3000、2000、ちょっと待って、ある。あ、これかな。3000、あ、あったあった、okay. あったあった。OK! Thank you! Thank you! Bye-bye! いつもここまでめちゃくちゃボラれてたのに、たったの75円で来れました。誰のおかげ？千尋さん！ありがとうございます！何のアプリのおかげ？あ、パスアップのアプリのおかげです。ということで、カンボジアに来たら絶対パスアップ絶対に行けば携帯、本当に SIM フリーの携帯買って、SIM 買って買っても、そんぐらい価値はある。ね、オッケー、レッツゴー。行こう。